おはよう。おはよう、帰り。朝何時？朝9時です。9時5分です。9時5分。こっちは夜中2時、牛蜜時だね。ああ、そうね。はい、じゃあ今日は、はい、何見せてくれる？今日あの、うん、とってもレアな、うん、ナンバー8。おう、あのちょっと珍しいナンバー8を紹介しようかなと思ってます。ナンバー8。はい。あのすごい、ものすごい綺麗なナンバー8を持ってますね。で、まず見せようと思ってるのは、これはブレスレットで見える。このブルーはパウダーブルーって呼ばれてますね。パウダーブルー。はい、でパウダーブルーで、ナンバー8の場合マトリックス黒、茶色から黒まで広がってる、あのマトリックスあるんですよ。でこれはパウダーブルーに茶色いの綺麗な細かい、ちょっと画面に多分綺麗に見えないと思うんだけど、うん、そのマトリックスついてます。細かく入ってる。細かく、ものすごい細かいですね。うん、でこの真ん中の石には面白い姿がの ビジョンがあって、ちょっと賢い男性、賢い、ちょっと黒、うん、黒っぽい、うん、プロのなんか、そういう賢い男性が、なんかのプロみたいな、よくできる人。そうです、そういう男性がいるんですね、うんうん、はい、真ん中の石ね、うん、そう、真ん中の石です。真ん中の石。どんな男性？どんな人？顔もはっきり見える。顔はそこまでちょっと旦那に。うん、あ、天谷さん読んでくれたんですよね。はい、これ旦那に見せてちょっともらったんですよ。うん。そうです。うん、で、次のね。これもちょっとまた面白いブレスレットで、ちょっと形ちょっと変わってる形ね。ってシルバー。そうです。これオールドコーンで、うん、でこれもものすごいあの、うん、グレードが高いナンバー8です。うん、でこれもパウダーブルーで、うん、これもちょっとあの黒いに近い、うん、あのブラウンのマトリックスですね。黒に近いブラウン。近い、でもブラウン。うん、近いブラウン。うん、そうです。で、これのビジョン、何かっていうと、うん、満月、もうすぐ満月になってくる月の、あの、形がもう見えてるんですよ。もうすぐ。あ、満月に。まだなってないけど、もうすぐ満月です。なる。はい。ちょっと面白いね。これもとてもパワフルなブレスレットです。うん、で、次は、これもまたすごい薄いパウダーブルー。これもグレードが高い方ね。指輪だね。うん、おー、面白い。で、ナンバー8の場合面白いんですよ。なんか薄い色、うん、あのブルーから緑、うん、緑っぽい青まで広がるんですね。薄いブルーから緑っぽい青まで広がる。で、これの場合、うん、もうすぐなんかお魚を取ろうとしてる、うん、あのフラミンゴちゃんがいる。フラミンゴ。はい。フラミンゴにいる。そうです。見える。うん、そうです。で待ってる。もうすぐもう取ろうかなって待ってる。うんうんうん、そういうフラミンゴちゃんがいるね。フラミンゴね。うん。うん、これもすごい綺麗な、うん、形も面白いね。そうです。これもオールドコーンで、うん、サイズは14とか15ぐらいサイズ、うんうん、すごいちっちゃい指には入らない、ちょうどちょっと私たちみたいな、ちょっと、うんうん、大きい14、15ぐらい、うん、で次はまたものすごいまたパワフルな
ナンバー8なんだけど、これはちょっと緑っぽい。これもでスパイダーウェブがすごい綺麗に。おお、面白い。はい。で、これもオールドボーンで、で、うん、これの中すごい面白いビジョンがあるんですよ。うん、すごい。どんな形？こうやって花が下に向いてるとき、うん。うん。あ、この形で下に。そうそう、この形にあるときは、うん、キングさん、王様が。すっごいかっこいい、もう王様が、あの、うん、髪の毛もカールだって、うんうん、その王様のおでこに、うん、キスしてる子供がいる。ちっちゃい子供がいる。子供がいるね、その王様と一緒に。うん、で、こうやって向き変えたら、うん、メディテーションしてるモックさんの姿が見えてるの。お坊さんか、お坊さんが、お坊さん、うんうん、ほう、メディテーションというか瞑想してるお坊さんがいる。そうです、うん、そう、うん、ちょっと、ちょっと面白い。逆に向けたら違うのか。そうです、そうです、そう、これとてもなんか、すごい、かわいい。昨日まですごい反応したんだけど今落ち着いてます、今落ち着いてる、うんうん、昨日の夜すごかった。あ、そう、うん、でこれ、うん、また可愛いナンバーエイトの指輪ね。おうおうおう、これも綺麗に、はい、見えてます。うん、この中、うん、あの砂漠で、うん、あの一人でなんか元気で歩いてるラクダがいる、うん。ラクダ、ああ、砂漠に歩いてる。そう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 、面白い。今まで見えなかった。うん、ラクダがいる。おうおう、そう。元気なラクダちゃん、うんうん、そう、これもオールドポ。これは12、13、12とか13、ね、はい、こうね、あれ、てます、うん、結構こう厚みがある、厚みがあるか、こうやって、うん、綺麗な色。うん、綺麗綺麗。うん。うん。こうマトリックス面白いね、やっぱり、ね。そうそうそう。そう。この辺りはちょっとなんか面白いんですよ。なんかこれはミントからちょっとグリーンっぽくなってくる。うん、見て、色の違い。違うね、やっぱり色ね。そうそうそう。だから面白い。なんかこの辺が、だから今日私これ選ぼうと思ったんですよ。ナンバーエイト。見て、ちょっと青からだんだん。うん。そう、ナンバーエイトっていろんなブルーあるんで、そうだから、そう、あの薄いそういう青から緑まで広がってる、うん、でもナンバーエイトのマトリックスで分かりやすいのね、ナンバーエイトって、うん、マトリックスが面白いね、面白い。へ、で次またすごい綺麗なペンダント、うん、ペンダント結構強い、うん、うわあ、これも面白い。そう、うん、こん中なんかまた面白いビジョンが見えて、うん、で、あのお祝いしてる3人の女性がいる、うん、あ、何かを祝ってる、そう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 、うん、すごいなんか楽しくしてる、うん、うんうん、3人いる、そうそう、私これ誰に行くかなんか楽しみ、うん、すごい面白い、迫力あるのこれね、そうそうそう、うん、ちょっとすごいなんかいいサイズ、なんかね、うんうんうん、目立つ、うん、うん、あ、インパクトあるね、うん、そうそう、うん、面白いですよ、うん、で次は私のナンバー、持ってるナンバーエイトの中で一番高い、うん、ナンバーエイトね、おお、わあ、わあ、すごい、痛い痛い、肩が痛い。これすごいね。そう。なんか独特な、うん、すごいなんか出そう、喉からなんか出そう。すごい。これ男性でも女性でも誰にもね、つけることができる。結構ごっついごっついっていうか重厚感ある感じ。そうそうそうです。へえ。本当に目立つ。うん。すごい。うん、
すごいインパクトもあって、うん、あのやっぱりちゃんとエネルギーがもらえるぐらいの、もう本当に強い、うんうんうん、すごい石が入れてるんですよ。おお、面白い。これはビジョンは何に見えるの？これ面白いのビジョン、うんうん、左、私がこうやって持つと左、この石からね、うんうん、ビジョンを教えるんだけど最初、うん、はい、そうそう、この石は、うん、おんぶしてる子供をおんぶしてる女性の姿があるの、うん、ああ、おんぶしてる女性の姿、そうです、お母さんがそうです。だからやっぱりね、うん、重たい、そういうのが持ってて、なんかどこか行くみたいな、うんうん、そうで、うん、面白いでしょ、うん、でこの石ね、次の石には、うん、もうすぐ食べ物を取ろうとしてる虎がいる。虎、うん、虎、うん、食べ物を取ろうとしている虎。虎、虎ね、虎、ちょうどこの真ん中ね、真ん中の石、この真ん中の石にはすごいいい感じの男性がいて、その男性が手がこうやってして誰かに何かをあげようとしてる姿。ああ、真ん中の面白い姿、真ん中のしか見えてくるのが男性がこうやって何かをあげ、そうです、何かあげようとしてる。だから何かもしかしたら能力かもしれない、うん、なんか物かもしれない、うん、なんかをあげようとしてる、何かわからない人です。ちょっと面白いですね、うん、で面白いことに、うん、この石にはちょっと分かりづらいんだって、うん、ビジョン。あ、何が見えてるか分かりづらいってこと？分かりづらいんだって。だからはっきり言えないから、ちょっとこれはちょっとやめておこうねって言ってた。オッケーオッケー、うん、これは4番目はまだ分かりづらい。うん、で後5番目、え、後から見えてくる場合とかある かも、あ、そう、あるかもしれない、うんうんうん、まだわからない、わからないで、うんうん、これね、うん、この石には4つの方面に向いてる、うんうん、分かれていく川が、川、あ、川、こう分かれていく川がある、そうです。面白い、これ一つ面白いね、一つずつにちょっと変わったビジョンが見えて、で、あとこれになんか太陽のスタンプね、たくさん持ってます、うん、はい、スタンプも知ってる、これすごい強いもの、うん、これ面白いね、うんうん、で、何倍とは今日そのぐらいにして、で次見せようと思ってるのは、うん、最近ね、世界で、人気、すごい人気が集まってる、うん、すごい価値観がある、うん、ニューランダターコイズ、ニューランダ、そう、ニューランダ、このニューランダターコイズ、このこういう薄いグリーンから薄い青っぽいグリーンまで、うんうんうん、あとこの茶色いマトリックスで、このイヤリングはあのね、細かいの、すっごい細かいの、ものすごい細かいのマトリックスだから見にくい。あ、そうか、画面でちょっと見えない。そうです。ね、うん、そうです。で、これ、このニューランダーターコイズマインは、うん、ブルーランダーターコイズネバダ。ランダブル。そうです。ランダブルです。ごめんなさい、うん。ランダブル。うん。ランダブルの近くの。近くに。そういう隣に、そうです、鉱山がね、マインが。でこれもものすごい面白いマトリックスがある、うん、ターコイズなんですよ、うんうん、だからちょっとね、変わってるものだからちょっと見せようかなと思った。それはビジョンは何に見えた？そう、これも面白いビジョンがあって、うん、でこの石一緒にしたら、うん、一つになってるジャングルが見えてるんですね。ジャングル、ジャングルで、うん、その中 でこの左目、うん、この石ね、うんうん、この石の中にあるリーダーさんがいて、うんうん、そのリーダーさんをついていく、うん、動物が何人かいるの。え、それ人間についていく動物ってこと？そうです、そうです、リーダー、その人はリーダー、インディアンのリーダーっぽいね、インディアンチーフっぽい人、
リーダーがいて動物がついていく。そう、面白い、うん、本当に面白い。なんか一緒に、うん、一緒にしたら一つのジャングルになって、うん、あ、風景が一個のジャングル。そうです、そうです、一個になるで、この左にそういう姿、左にいる、で右側はいない、ジャングル。そう、右側はただのそのジャングル、そう、ジャングルが広がってるって。そうです、ほう、面白いっす。面白いね、これ。うん。ジャングルの美女。そうです。で、次に見せようと思ってるのは、うん、あの、ランダーブル。あ、ランダーブル。これ見たら、もうランダーブルって分かりやすいくらい。ああ。本当にもうランダーブル。すごいマトリックス入ってるね。すごいマトリックス細かくて、もうこれはものすごい古いものだから、一番最初の、うん、なんていう、ランダーブル。の時の初期のってこと、うん、そうですそうです、うんうんうん、もう本当に、あ、見たらすぐ、あ、ランダーブルって分かるぐらい、分かりやすい、分かりやすいランダーブルね、ランダーブルね。これはなんか見えてる、そう、この中からは、見えてるのは、うんうん、スリーピングプリンセス、寝てるお嬢様、寝てるお姫様、お姫様、お姫、お姫様、うんうんうん、そうそう。うん。うわ、綺麗。すごい綺麗。うん。私今日ちょっと太陽の光を。ちょうど太陽光今入ってきてるね。そうそうそう。なんかすごい。ちょうどこう日が当たって綺麗。うん。そう。うん。時はすごい、うん、なんか言いやすい。うんうんうん。物と一緒に。うん。うんうん。すごい綺麗でしょ。うん。すごい。綺麗だねこれね。うん。うん、そうです。古いものです。拭いてもないです。うん、まだこう拭いてないの。そう、磨いてない。うん、私はオールドコーンの場合なんかほとんど磨かないんですね。うんうん、磨かないでおくのがなんか価値がもっと、うんうん。ちょっとだけ拭いてあげた方がいい。表だけ拭いとくとか。うんうん、で次に見せようと思ってるのは、でこれものすごい昨日の夜反応したんだけど。今落ち着いてます。ちょっと珍しい、うん、あのこういうねイヤリング、うんうん、ああすごい綺麗、あのシェル、真ん中はシェルで、スパイニーオイスターみたいな、スパイニーオイスターとコーラルとターコイスとオニックス、すべて入ってる、うん、で、あとスタンプは太陽のスタンプ、あの周りもすべて見て、うん、入ってます、周りがこう太陽のスタート、そうです、はい、これもすごい昨日の夜反応して今落ち着いてます、これはどんなビジョン、これはビジョンがわからないんだけど、どういう人に行くかっていうのがすごい、なんていう、もう感じてきて、二、うん、人にもね同じこと言ったんですよ、私と旦那が、うん、ちょっとなんていう、いくらの環境でも仕事がバリバリやる、仕事がどんな環境でも、どんな環境でも仕事をする、バリバリやりたい、なんかすごい、あの頑張る、すごい仕事が大好きな女性に行く、あ、なるほどね、仕事が好きな人って、そうです、うんうん、そう、すごいなんか外に光がこう横から入ってきて、そうです、何がこうさせてる、私なんかね、ターコイスなんかこういう光と一緒にあるとすごい、あのなんかすごいもう言葉が出やすくなる、なんていう、なんか反応するの、だから明るくなって日が上がってからリーディングする、そうですそうです、綺麗でしょ、うんうんうん、これは女性仕事をが大好きな、そうです。いくらなんかあるでしょ、いろいろな環境あるでしょ、うんうん、ちょっとストレスある環境とか、うん、もう仕事が大変な状態とか、いろいろな、うん、それは関係なく、うん、もうなんか、自分の周りはどういうことが起きても、どのようなことが起きてきても、自分がもうちゃんと仕事がやる、うん、同時なるみたい、そうそう、それはなぜかというと、彼女、そのそういう女性が仕事が大好きだから、うんうんうん、そういう人にすごいこれ合ってます。
なるほど。面白い。うん。今日はじゃあ、そう。そうですね。ね、もうすぐクリスマスだし。そうだね。どう？アメリカのクリスマス。ああ、アメリカは、コロナの中でみんながすごい準備してます。ああ、それでも準備して盛り上がる。そう。またファミリータイムだから、そう今、うん、これから、あとちょうどクリスマスイブまでやっとる。あと、どのぐらいかな？今日は、こっち、土曜日だから、土日、月、火、水。僕あと5日間で。ああ、そっかそっか。今日、用意いっぱいしないといけない。用意いっぱい。食べ物も。ね、クッキー。今日クッキー作る。クリスマスクッキー。ああ、クッキー結構向こうで作るみたいね、アメリカね。あとプリンとか、プリンとか作るし、あと、何、フルーツケーキとか。フルーツケーキとか。ケーキとか作る。あと、チキンをローストして。ああ。チキンとかターキーとか。そう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 。私たちはチキン。チキン。うんうん。で、あと、何？ロブスター。日本語でロブスター何？ロブスターはロブスター？あ、ロブスター。ロブスター、ロブスター。ロブスター、ロブスター。そう、面白い。今回ちょっとまた変わった感じで。また写真見せて。うん。くるくる。飾りとかね。うんうん。はい。じゃあ、ありがとう。ということで。はい、ありがとう。じゃあ、また、よいしょ。じゃあ、また。はい。じゃあね。バイバイ。はい。はい。